へ向かうすか。待ちかねたぞ、ロストめ。ロスト？いや、俺たちはこの滑血魔界の魔王ローガンの首を取りに来たのであろう。先の戦では数で圧倒されて敗北を喫したが、今度はそうはいかんぞ。年老いたとはいえ、満身創痍とはいえ、かつては投げの鬼魔王と恐れられた投げ技の冴えだけは衰えておらんぞ。持ち上げては投げ、持ち上げては投げ、持ち上げては投げる。どうだ、もう限界だ。戦う前からバテバテじゃありませんの。どうやら大きな勘違いがあるようだが、このまま黙って帰らせてはくれなさそうだな。キリア様ったら、またお食事ですの？魔王との戦いを前にしてその余裕、さすが私のキリア様ですわ。ちょうどいい機会だ。ついでにお前に持ち上げると投げるについて教えておこう。出撃する。ひれ伏しなさい。行くぞ。行け。働きなさい。
行くぞ。行け。それでいい。いつになったら終わるんですの？
きますよ。しまった。やっぱ。うそこ。しまった。皆さん、お疲れ様でした。おのれ、これで終わったと思うなよ。お前たちロストに何もかも奪われた私だが、魔王の誇りだけは失ってはいない。この投げの鬼魔王ローガンがいつか必ずお前たちに復讐してやる。いいか、必ずだぞ。どうやら今のもロストの犠牲者の一人だったようだ。これで戦闘に関する基本は以上だ。初めてにしてはよくやった。これでもう俺がいなくても大丈夫だ。じゃあここで別れるとしよう。いいえ、キリア様は私のもの。キリア様が行く先でしたら、たとえ天国であろうとついてまいりますわ。なぜそうなる。キリア様の目的は魔帝ボイドダークを倒すことでしょ。私の目的はボイドダークを抹殺し、お父様が勝手に決めたボイドダークとの政略結婚を破談にすること。つまり私たちはボイドダークを倒すという目的で一致している運命共同体。いえ、むしろ夫婦なのです。なぜそうなる。まあ夫婦はともかくとして、目的が同じなら一緒にいた方が効率的だと思いませんこと。生まれてこの方、戦った経験がないと抜かしていたお前と行動したところで効率が上がるとは思えないのだが。足手まといにはならないよう精進しますわ。ですからどうかキリア様、私をおそばに置いてください。言っていることとやっていることが支離滅裂だぞ。おほほほほほ、そこはそれ、あくまですから。